AKB48 の高橋みなみ23が黒髪に返信しました。これは16日、交流サイト、Google タスに公開した画像とコメント。黒髪は期間限定やで、お仕事で黒くしたんや、来月中旬には茶色に戻りやす。茶髪のイメージがあることから、コメント欄には、めっちゃ新鮮や、黒髪もいいと思いますなどと絶賛の声。期間限定とあり、戻さんでー そのままでいいのにと惜しむ声も相次いで出ている。髪の色といえば SKE48 の松井レナ22は初主演映画ギフト公開中のため黒髪を茶髪に高見名は逆パターンとなりました。